あ、イヤホンつけてください。いきます。これからお休みの方も、お目覚めの方も、そして偶然この映像を目にしてしまったあなたも、ようこそごきげんよう、タック TV のポコチンのお時間です。私の戦闘力は53番です。番組後半をお楽しみください。オープニングです。全国の特別さん、こんばんは。深夜の放送部ことカリはスマートタクです。はい、皆さんは今オープニング、そして自己紹介を聞いてどう思ったでしょうか。こいつ下品なやつだ、いやらしい男だ、トンボに当たって死ねと、そんな風に思った方もいるのではないでしょうか。しかしそれは表現の自由だ、放送禁止用語なんてクソくらいだと、そんな風に現在も訴えかける男性がいます。僕が言うと自虐なのかなってなってしまう、誰がチンコやねー。これ僕が開発したミュージカルツッコミ、今このジャンルいないんでね、こう男女コンビで組んで、私さんまたしてるの、いやカルメンやないかーいと思わないですね。はい、話戻します。そんなことを訴える表現の自由を体現したポコチンのことだましこと後藤輝樹さんという男性についてね、本日は紹介していこうかなと思います。リクエストも以前からたくさんありがとうございました。まずは彼の詳細です。後藤輝樹、後期2642年12月8日降誕。高校卒業後、お笑い芸人に憧れたが陸上自衛隊に就職、約1年間で退職し、20歳で政治家を志します。目黒区長選挙、神奈川県議会議員選挙など計7つに立候補しますが、ことごとく落選。アルバイトや便利屋、テレキ塾などを行い、現在に至るという方でね、簡単に言うと政治活動をしたい方でございます。そして彼は2016年とある伝説を起こします。それが東京都知事選に立候補した際の NHK 政見放送。ピンク天使の衣装をまとい、皆さんスマイルしてま、それマック赤坂でした。すみません、間違えました。なんと5分間の放送のうち、ポコチンやチンコという放送禁止用語を60回以上も連呼。後半にはお上品な放送業界に一石投じるべく、北海道から沖縄までの女性器の方言を連呼しました。 NHK で教育番組お母さんと一緒日本語で遊ぼうが放送されている NHK で、ちょっと日本語で遊びすぎたってわけですね。一部紹介します。びちょびちょ高慢臭ずぶ濡れ大学のビッグボーイマグナム G7 教授、パワーツーザチンチンシェキなベイベーとかですね。放送は禁止になるかと思われたのですが、それは表現の自由に違反すると、後藤さんご利用して放送されました。その結果、卑猥部分は全て音声が消去され、何の放送かが全くわからなくなりました。リンク貼っておきます。見るのが一番早いと思います。この時から立候補者数21人の中で13位、7031票とまあまあの票数を獲得しますが、落選してしまいます。その後の民放の政見放送では、ドラマの始まりますぞえとちちとね、舛添ディスラップを繰り広げます。こちらはなんとかギリギリを攻め放送に成功しました。この方、一見ただ電波を使いふざけているように見えますが、実はそうじゃないんですね。実は普段からかなり真面目な方で、このような政見を行ったにも理由があります。それは政治家は綺麗事を並べて、当たり障りのないことを言わないとなれないものになってしまっていると、表面は汚くても本質が大事なんだと当選して伝えようとしているということなんですね。その証拠にかなり具体的な公約とか目標をね持っておりますし、立候補に必要な供託金300万円もねアルバイト等で稼いで支払っております。つまり初見はネタ枠のやべえやつかと思われたが、実際は日本を本気で変えようとしている方の一人だということなんですね。こういったことから2016年から現在ネット上などで注目を浴びているということなんですね。ちょっと具体的な公約はね、いい悪いがね人それぞれあると思いますので、ぜひブログを確認されてみてください。はい、というわけで今回以上なんですが、本当に今テレビなんかもねコンプライアンスで全く面白くないですし、そして YouTube もね綺麗なことを画面でやって、裏で汚いことをやってね、そんなやつが大人気、世も末だなクソくらいとね僕も感じます。ならばコネ金一切なし YouTube 界のおちんこフェイスことタックがナンバーワンになって証明してやろうじゃないかと思います。どうぞ皆様チャンネル登録のご協力お願いします。バカ野郎ドーン、二度と来ないでちょうだい。これ絶対キャシー塚本パロったよね。はい、わかる人にはわかるラストでした。皆さんの中の表現、コンプラ、教育についてね、コメントをお待ちしております。ご視聴ありがとうございました。おやすみなさい。